大阪市交通局100系電車大阪市交通局100系電車大阪市交通局100系電車は大阪市交通局の AGT 新交通システムニュートラム南港ポートタウン専用の車両である1981年昭和56年に運転開始本校では1991年平成3年10月から運転を開始した ステンレス車体の大阪市交通局1 0 0 a 電車及び1 0 0 a とほぼ共通の設計で1997年、平成9年に製造された大阪港トランスポートシスムオーツ1 0 0系電車についても記述する。1981年3月16日のニュートラム南港ポートタウン線開業と同時に1 0 0系が運用を開始した。開業時から すべての列車がコンピュータ制御による自動運転によって運行されている。1991年からは一部の列車で無人運転を実施した。ただし、住野江公園駅における暴走事故、工述や2006年、平成18年4月14日に発生したゆりかもめ車輪脱輪事故の直後などに天井員を乗りた有人運転を行ったほか、通常時でもごく稀に、 平日朝ラッシュ時などに乗務員の運転訓練のため、有人手動運転を行っている列車がある。統計列は製造時期により、1から2次車の100系と1991年、平成3年10月から運転を開始した、改良型の3から7次車の 100A 系の2種類に分けることができる。百系は系九百八十一年のニュートラムの開業当初から運用された車両で、 全16編成が製造された。編成は1号車よりから10、105型 -102 型 -100 型 -101 系の順番。103型と104型は6両編成化計画に備えて、血形式である。が、代替心臓の 100A 系、さらにその代替心臓で2015年に登場した、200系も4両編成で製作されたため、その200系も、 同じ理由で203型と204型は、月形式である。営業運転開始当初には、1次車の第01から13編成が投入され、続いて1986年、昭和61年に2次車の第14から16編成が投入された。メーカーは、第01から07編成と、第14から16編成が、新潟鉄工所、第08から13編成が、 近畿車両である。また、第01から05編成と、第14.15編成は、鉄道事業法の認可を受けて製造されたのに対して、第06から13編成と、第16編成は、機動法の認可を受けて製造された。車体は普通構成である。一時車の、第01から13編成は、登場当初ウレタン充填タイヤを装備していたが、 乗り心地が今一つということで1982年昭和57年9月から空気タイヤに変更された。また1986年に製造された二次車の第14から16編成は当初から空気タイヤが装備されている。1993年平成5年10月5日第13編成の墨野江公園駅行きの列車が終点の墨野江公園駅で 本来の停止位置に停車せず暴走し、車止めに激突して、先頭車両が大破し、乗客215人が重軽傷を負った。この事故により、運転が再開された同年11月19日から2000年、平成12年2月19日までの期間は天井員、車掌総統が乗務していた。この事故の影響により、200系第13編成は当初から、 結番の措置が取られた。先日の暴走衝突事故で105から13号車が修復不可能な損傷を受けたことに加え、100系は海浜部を走行することから円外による普通構成車体の老朽化が進行したため、100A 系の置き換えによって、1994年、平成6年から1997年にかけて一時車の第01から13編成が廃車となり、 二次車の第14から16編成も2001年、平成13年に廃車された。同じ1981年にデビューしたポートライナーの8000型がアルミ車体であるゆえに2009年、平成21年11月8日まで運行されており、車体の構造が明暗を分けた。 第06編成の先頭車1両が緑に車両管理事務所に保存されており、通常は非公開であるが、自然保存館公開時などには公開されている。100AK は南港ポートタウン線に1991年から投入された車両である。まず、1991年に輸送力増強用として、第17.18編成の2編成が投入された。 以後は100系の廃車とともに 100A 系の投入が進められ、1994年度には第1921.3132編成が、1995年度には第2226編成が、1996年度には第2729編成が、2001年度には第36.37編成が投入された。さらに、2005年、 平成17年には工術の大阪港、トランスポートシステム大津100系として製造された第33-35編成が本系列に編入されて、2014年現在は、第17から37編成の4両編成20本の計80両が在籍していた、第30編成は欠番。なお、第31.32編成は、南高地区の発展による輸送力増強のため、 港 A 事業の一環から支出して投入された車両である。ステンレス無塗装の車体で、前面には下側に赤いラインが、側面にはラインカラーであるセルリアンブルーのラインが入っている。ドアは車両の中心に一箇所設置されている。ニュートラムのロゴは先頭車両にのみ表記されている。正面には非常用の貫通扉が設置されているが、 100系に比較すると右側に寄せられている。デザインから見ると、ニュートラム版、新20系と言える。なお、最終増備車となった第36.37、編成は、前面の非常用貫通扉のノブが他社とは違う位置に設置され、非常用貫通扉のガラスの面積も縮小されている。ゴムタイヤには、窒素ガスが充填されている。雑席モケットは、 数ド分の着席区分模様入りの赤系である。ドア周辺部以外には、吊り革が設置されているが、ドア周辺部の天井のパイプは設置されていない。また、ドア周辺部の握り棒にはウレタンが巻かれている。前編成とも、コスモスクエア型戦闘車両に車椅子スペースが設置されているが、インターホンは車椅子の高さで使うことはできない。ドアには、 交通局標準の展示表記入り車両、ドア位置案内も重複されている。また、側面窓には、ロールカーテンも設置している。第19編成以降の車両には、LED 式の車内案内表示機が設置されている。1996年度に製造された第27編成からは、扉のガラスが、単板ガラスから、服装ガラスに変更された。また、 2001年度に製造された第36.37編成は、先頭車の天井員席を客室に開放して、仕切りがなくなって定員は一人増加しているほか、優先座席のモケットの色が青系になっている。2015年以降、南港ポートタウン線に200系を投入することとなり、100A 系は2018年度末までに全廃される予定である。 2016年6月に200系、第1編成が運用を開始したことにより、第18編成が 100A 発の廃車となり、同年9月に第33編成、同年11月に第35編成、2017年1月に第17編成、第24編成、同年2月に第21編成、同年3月に第25編成がそれぞれ廃車になり、 2017年以降も200系による置き換えが進んでいる。なお2018年、平成30年3月までに廃車されずに残った、編成は、同年4月の大阪市交通局民営化に伴い、大阪市高速電気軌道、大阪メトロに継承された。大阪港、トランスポートシステム大津100系電車は、 1997年の大津ニュートラムテクノポート線の開業に備えて、同年に3編成が製造された。車体は大阪市交通局 100AK と同型であるが、前面の黒い部分が青色となり、側面体や腰部の塗装が 100AK と異なっている。交通局のニュートラムのロゴと同じ位置に大津ロゴが記されていた。車両番号は、 大阪市交通局の1 0 0 a 系の続版で第33から35編成とされた。車内は海浜をイメージしたものであり、座席モケットは水色で、床材は薄茶色である。また化粧板は交通局より明るい白系の色が使われている。2005年には大阪港トランスポートシステムの第一種鉄道事業撤退に伴い、車両はすべて 大阪市交通局に売却され、1 0 0 a 系に編入されて、オーツ1 0 0系は形式消滅した。遺跡に伴う変更は、オーツロゴをニュートラムロゴに書いただけであり、2016年現在でも、この3編成はオーツカラーのままで、車内も座席以外はそのままである。なお2016年に、第33、35編成は廃車となった。 第34編成は2018年現在も残存しており、元大津の1 0 0 a 系では唯一、おさこメトロへと継承されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。